こんにちは、授業準備 TV のゆめのんです。挨拶をするとした方もされた方も気分がいいですよね。しかし自分から挨拶ができる子どもたちはそんなに多くないなと悩んでいる先生も多いのではないでしょうか。そこで今回は学級のあれを防ぐことにもつながる挨拶の指導についてご紹介します。このチャンネルでは先生に役立つ情報を毎日配信しておりますので、チャンネル登録お願いします。投稿者の先生は学級経営において挨拶をかなり重視しているそうです。それは挨拶を自ら進んでできるクラスで荒れているクラスを見たことがないからだそうです。挨拶の指導をするとき、投稿者の先生は挨拶の重要性を語る、ゲーム性を持たせる、この2つのポイントを意識しているそうです。それぞれについて詳しく見ていきましょう。まずは挨拶の重要性を語るについて。挨拶は人の印象に大きく関わります。子どもたちにそのことを伝えることが重要です。投稿者の先生が行っている実践の例をご紹介します。まず先生は、自分が会社の社長だとした時にどちらの社員を採用するか決めてくださいと子どもたちに伝えて教室を出ます。1回目に教室に入ってきた時は元気のない挨拶をする社員を演じ、2回目に教室に入ってきた時は元気に挨拶をする社員を演じます。その後、子どもたちに印象が良かった方に手を挙げさせると、ほとんどの子どもは元気に挨拶する社員を選ぶそうです。その後、子どもたちに対して挨拶は人の印象に大きく関わるということ、またみんなのようないいところがある子どもたちが挨拶ができないという理由だけで地域の人からの印象が悪くなるのはすごく嫌だし、挨拶をきっちりできるように指導していくよということを伝えるそうです。しかし、挨拶の重要性を語っただけでは自分から挨拶ができる子どもたちはなかなか増えてくれないということもあります。そこで、子どもに対して何かをさせるときにはゲーム性を持たせることが重要だと投稿者の先生はおっしゃっています。そんなときに投稿者の先生が取り組んでいるのが挨拶じゃんけんです。挨拶じゃんけんは至ってシンプルで、先生よりも先に挨拶できたら勝ちというルールでスタートします。そうすると、翌朝には遠くの方から先生が見えた瞬間に挨拶してくれる子どもたちが出てきます。期間を設けて挨拶じゃんけんをして、ほとんどの子どもがクリアできたら、他のクラスの先生にも挨拶じゃんけんで勝利しようといった通過ルールを入れていくことがおすすめだそうです。投稿者の先生が実際に学校で行ったところ、他のクラスの先生から〇〇先生のクラスの〇〇さんが自分から挨拶してくれたよとお褒めの言葉をいただいたそうです。それを学級の子どもたちに伝えると、改めて挨拶の重要性を感じてくれたり、挨拶が気持ちいいと感じる子どもが増えていきます。先生に対してだけでなく、子どもたち同士でも挨拶じゃんけんを行っていくことで、挨拶が当たり前にできる環境を整えていきましょう。いかがでしたでしょうか。今回は学級のあれを防ぐことにもつながる挨拶の指導についてご紹介しました。挨拶がしっかりとできる学級は荒れにくく元気で明るくなります。ぜひ今回紹介した挨拶の指導を参考に、元気な挨拶ができる学級にしていきましょう。本日の動画が役に立った、面白かったと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。